長兵、士長兵、または士長陛下は大日本帝国陸軍の陛下の一つ、兵隊を担当した。士長の輸送を行う増卒である、士長輸卒、後に士長特務兵と海将たちを警備し、管理、統制するのが士長兵であったが、帝国陸軍内部でも士長兵と士長輸卒の区別が明確に認識されていかった。陸上自衛隊においては、輸送業務や輸送統制を行う、輸送課、糧食、燃料などの補給を行う、受品課に相当する。戦闘行動の上で、兵站業務は極めて重要であり、士長兵とはこの兵站業務を専門として、監督、管理をする陛下である。水食料、武器弾薬、各種資材など様々な物資を第一線部隊に輸送して、同部隊の戦闘力を維持増進することが主任務であり、貨物自動車、トラックなどの大型車両を保有するが、広報任務に限定されていたので武装は比較的軽装備である。ただし、敵は通常、広報連絡戦、兵站戦を断とうとすることから、士長兵はゲリラの遊撃や航空阻止の対象となりやすく、一旦攻撃を受けると戦闘力や防備、走行に乏しい士長部隊は大きな損を受ける場合もあった。敵側による航空阻止は補給部隊そのものの破壊だけでなく、それが利用する主要交通路、橋、トンネル、鉄道、港湾なども標的として物資輸送の地帯、妨害を目的とした。帝国陸軍の士長具は日中戦争期に至るまで馬筆による運搬が主力であった。士長車が本格運用されたのは日清戦争終了後であった。日露戦争中には士長車が投入され輸送を担った。帝国陸軍においては明治6年3月に士長兵の編成が開始された。創設当初、フランス軍主官の提案により4馬英士長車が採用されたものの大型すぎて日本の道路事情には適していなかった。明治10年の西南戦争においては駅府を民間から組織したが闘争の恐れがあり、また経費負担が大きかった。これは当時の日本人には階級意識が残っており、士分以外の者が戦争に関わることを嫌ったためである。明治12年に民間用の手車を参考とし、実用的な士長車であると歩車を開発した。自重は 71kg、最大積載量は 112kg であり、1名、ないし2名の人力で牽引された。この荷車は、明治14年2月に、士長輸送車として正式化され、明治19年1月に廃止された。代替として、明治19年に、有坂車が採用された。これは、馬車一頭により牽引する数馬鋭二輪車である。明治27年には二輪士長車が採用された。1903年、明治36年には36式士長車が正式採用された。また36式4輪士長車、38式2輪士長車などが開発された。1906年、明治39年には39式士長車が正式化され、この数馬鋭二輪車が日中戦争期まで使用された。さらに、10年式2馬鋭士長車、10年式4馬鋭士長車が順次開発使用された。1930年、昭和5年には90式2馬鋭士長車が正式化されたが、戦時期兵旅団専属にとどまったほか、96式士長車が開発された。しかし、あくまで主力は敗戦まで39式士長車であった。第二次世界大戦当時、貨物自動車、トラックを中心とした陸上輸送能力を大量に運用できたのは、アメリカ陸軍とアメリカから車両、燃料を供与された連合国軍だけであったが、その連合国軍でさえも依然として軍事輸送の様々な局面で馬筆が利用されていた。枢軸国側のドイツ国防軍は機甲師団で知られるが、これも後方支援業務では馬筆による輸送が多くを占めている。近代陸軍の貨物自動車による兵站能力には、その国家、勢力のモータリゼーションの進展度合いや道路インフラ、石油、ガソリンの供給状況が密接に関係している。軍隊という組織において、貨物自動車を輸送機関として大規模かつ円滑に運用するには、まず必要量の石油、ガソリン類の安定的な確保と運搬、供給手段の整備が必要なのである。帝国陸軍においても自動車については、1907年、明治40年から調査が始められており、その後1915年、大正4年に軍用自動車試験班、1918年、大正7年12月1日に自動車隊、1925年、大正14年に陸軍自動車学校が設けられた。満州事変に際しては、陸軍自動車学校で編成された自動車隊が満州に送られ、関東軍、野戦自動車隊として活動した。これより、自動車輸送への評価、関心が高まったが、陸軍では常に地形による制限を受けるという理由で、自動車の使用を抑制し、自動車を効率的に駆使するためには、人工的に道路を建設改修するという必要の根本観念を書いていた。そのため肝心の戦地での自動車化は進まず、日中戦争においても依然として、馬が市長の主力を占めていたとされる。1930年代中頃に、帝国陸軍は94式六輪自動貨車を正式採用したが、他方で日産80型トラックなど、内外の民間用四輪トラックもそのまま、軍用車両として使用した。陸軍現役将校を養成する陸軍士官学校、1874年、明治7年12月開設に、市長陛下が設置されたのは、開設から20年以上を経た、1899年、明治32年11月卒業の陸士11期からであり、それまでは、市長兵将校の補充は、不評価、騎兵課、砲兵課、工兵課からの転科者によっていた。参謀将校を養成する陸軍大学校が1883年、明治16年4月に開校したが、市長兵将校には受験資格がなかった。1887年、明治20年8月の制度改正により、市長兵将校が他兵科将校と同様に陸大を受験できるようになった。それ以降も、市長兵将校は陸大に毎年一人入れるかどうかであった。例外は34期3名、35期2名、38期4名、48期2名。市長兵将校で陸大を卒業したのは、計46名、内恩師組、主席1名、次席以下5名の、計6名に入ったのは4名であった。帝国陸軍では陛下ごとに、必ず、陛下の歌があったにもかかわらず、市長陛下だけその歌が作られていなかった。ある時、陸軍幼年学校生徒、卒業の直前に陛下が決定するが、自分の陛下が、市長陛下に決まったことを不服として不祥事を起こし、それ以来、幼年学校出身者は市長陛下に回さない、中学校未者のみを市長陛下に回すことになったという。兵站軽視の思想による市長部門の軽視は、太平洋戦争においてその弊害を色濃く表した。例えば、ガダルカナル島の戦いやインパール作戦では、極めてずさんな補給計画が、大きな要因となり、多くの餓死者や戦病死者を出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。